港川人は、約2万から2万2千年前に、日本の沖縄県に存在していたとされている人類。港川人の化石。国立科学博物館の展示。1967年から1970年頃、アマチュア考古学研究家の大先生歩により、沖縄県島尻郡串上村港川の海岸に、近い石切り場で骨が発見され、 東京大学の鈴木直により確認された。身長は男性で約153から155センチメートル、女性は144センチメートルと小柄で、筋肉質のしっかりとした体型ではあったようだが肩や腕の力は弱く、握力と咀嚼力は強かったことが骨から読み取れるという。この人骨は石垣島の白穂座を寝た原道血遺跡で、 約2万7千年前の人骨が発見されるまで、全身骨格の形で残っている日本の人骨の中で最も古いものであった。かつて、港川人は縄文人の祖先ではないかと考えられてきたが、2009年の研究で港川人を縄文人の祖先とする考えに疑問を投げかけるような分析結果が出ている。港川人は現在の人類ならば、 オーストラリア先住民やニューギニアの集団に近いのではないかという説である。国立科学博物館の海府洋介研究主官によると、港川人は本土の縄文人とは異なる集団だった可能性がある。つまり、港川人は5万から1万年前の東南アジアやオーストラリアに広く分布していた集団から由来したことになる。その後に農耕文化を持った人たちが、 東南アジアに広がり、港川人のような集団はオーストラリアなどに限定されたのではないかと述べられている。沖縄県立博物館、美術館には、港川人復元像が所蔵されている。また、八重瀬町立具しか歴史民族資料館には、常設展示の一つとして、港川人コーナーがあり、全身骨格のレプリカや、これまでの研究成果が紹介されている。 沖縄の古代人骨としては、1968年に沖縄県那覇市山下町の山下町第一、洞結遺跡から発見された約3万2000年前の旧石器時代の化石人骨が知られている。また、2014年には、港川と近距離の沖縄県南城市の先谷道遺跡で、少なくとも9000年以上前の人骨が発掘され、調査が進められている。また、 西垣市の白穂座を寝た原道結遺跡から発見された数体の全身骨格のうちの一つについて沖縄県教育委員会は2017年に港川人より5000年、古い約2万7000年前のものであると発表している。港川人1号はハップログループ M の基盤的な系統に位置していることが明らかになった。ありがとうございます。